二刀流トーマ、8時にですね、舞妓納めとなりますので、これから舞妓納めのための街頭演説させていただきたいと思います。皆様どうぞ、大石田駅のあたりに お集まりいただければと思います。寒い中、ありがとうございます。お祭り、おま、お、お、始まる。わかるー。集まりいただきましてありがとうございます。令和新選組公認候補二刀部東馬、二刀部東馬大石田へ戻ってまいりました。皆さん もうちょい全身でちょっとみんなこの人数なんで もうちょいこう囲んでって感じで囲んでって、はい、どうぞ一言ずつ皆さんお願いします。ということですよ、皆さんお願いします。ぜひ、ね、電気がやばい。じゃあ応援演説、本人ですね、二刀部東馬が本人が街頭演説を始める前に、そう皆様から一言ずつでもちょっと待った応援いただきたい。二刀部東馬にですね、選挙頑張れよと頑張ってきたなということで一言ずついただきたいと思っております。どうでしょう、我こそはトップバッターの方。もう右から順番に。右から順にお願いいたします。小倉さんからお願いします。はい、ではどうぞ。はい、はい、はい、では全体会長。ちょうど光がなくて。はい、選挙事務局だった羽倉です。今回3役というか4役というかちょっといろいろやりすぎて疲れてましたけど、はい、とにかく二度目さんに突然の東北の第一希望になってますので受け取っています。東北ではいろいろヒーローがいるんですけれども、東北にはまだいなかったので彼がなってくれればいいと思って、はい、いただかせています。はい、ぜひ皆様お力をお貸しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本体会長一人で3役も4役もやっていただいてました。本当にありがとうございます。昼夜問わず、はい、応援いただきましてありがとうございます。どうぞ右の方からどんどんいらしてください。どうぞどうぞ。今回の選挙期間の間思ったこと二刀部東馬に一言申したいと一言応援メッセージいただけますでしょうか。どうぞ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 、はいはい、どうぞどうぞ、いいんです、一言で代表して。ありがとうございます。どうもおばんでございます。米沢さん、佐々木佐藤です。8時まで6勝の時間なんで、二刀部さんのぜひ一押しの部分をお話ししたいと思います。まず近隣の皆様、駅前の皆様、沿道の皆様、大変お騒がせをしております。選挙期間中本当にご協力ありがとうございました。そしてここにいらっしゃる関係者の皆様をはじめとする全ての関係者の皆様、二刀部東馬のために本当にありがとうございます。私米沢から参りました。前回よく大石田の方に聞いていただきたいのですけども、米沢市は実はですね、前回の衆議院選挙の時に自民党候補を一生懸命応援した米沢市議がですね、公選法違反で逮捕されて辞職をしました。この時に米沢市議会がいかに市議会の議員、これは自民党も含めて与野党を含めて、全ての議員が本当に政治と金の問題を解決するためにいかにものすごい ものすごい努力をしてきたが、市民にいかに信頼を勝ち得るようなことをしてきたか、ものすごかったです。この候補は組織的な関与はないと言ったところが、どうでしょう、組織的な関与がないところが、政党そのものが政治とかね、裏金祭りだったわけですよ。これ大変なことですよ。しかもですよ、田中俊誠氏によればですよ、この今回のこの政党その裏金祭りの問題はですね、初めて自民党の職員が関わった
もう本当に初めてですよ。本当に自民党の中から直さなきゃならないほどの大変な問題なんです。ところがですよ、この自民党候補は今回何て言ってるかというと、自分たち若い世代が自民党を立て直そうと言ってるわけです。前回の衆議院選挙で応援してもらった人、この人のことを忘れてしまったんですよ。忘れてはならないと思うんです。忘れてはならない。そこでぜひ自民党候補にお灸を据えていただきたい、脳を突きつけていただきたい、鉄槌を下していただきたい。ぜひぜひ近隣住民の皆様、大石田の皆様、よろしくお願いします。そしてそれにふさわしいのは二戸ポマさんなんです。二戸ポマさんは大石田町議として5年間一生懸命頑張ってきました。この前も2回目の当選、皆様の負託をいただきました。本当にありがとうございます。でそういう中で二戸ポマさんはこれはなんとか3番目ということで、立候補を今回してくださいました。二戸ポマさんがふさわしいのは、二戸ポマさんが公認を得た令和新選組は、前回衆院選から今回の衆院選の解散までの間、一貫して岸田内閣の予算案には反対しています。岸田内閣の予算案には反対します。マイナンバーカードにも反対します。ところがこの選挙区で立候補している野党の中でですね、岸田内閣の予算案に賛成し、マイナンバーカード反対言ってたのに賛成に転じてしまった、そういう政党があるということであります。非常に残念なことです。二戸ポマさんの公認を得た令和新選組、この令和新選組こそが自民党に鉄槌を下す、自民党にお灸を据える、オラが自民党にお灸を据えてくれる、そういう政党の候補者であります。ですので二戸ポマさんなら必ずやります。本気でやります。山本太郎さんと本気でやります。ですので近隣住民の皆様、大石田の皆様、ぜひとも二戸ポーマをどうぞどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうにか県で山形の回路、代表の方ね、事務局の方代表して、皆様を代表して今応援演説いただきました。ありがとうございます。しました。次、佐竹川村議の、はい、ヤクワ様、役場さん、はい、どうぞいらしてください。はい、いよまた、ありがとうございます。はい、ご紹介に預かりました竹川村議会議員役場達也でございます。この度、令和新選組から立候補しております二戸ポマさんの応援に駆けつけてまいりました。今回の選挙は重要なんです。東北にとっても、そして私の住む最上郡にとっても、まあ、この選挙区外ではありますけれど、応援させていただいております。彼の一番いいところは何より忖度をしないことなんですよ。忖度しない。この大石田町議として5年間雪の問題や様々な町の過疎化問題など様々な問題に取り組んでまいりました。その大石田町議の中で一番取り組んでいるのが彼だと思います。私も議員になる前、知り合ってね、話をいろいろと聞かせていただき、いろいろと勉強させていただきました。彼のように自分の足で回って住民の声を聞く、その人々の声にしっかり耳を傾けて、それを発信しよう、考え始めようという人間は誰一人いないんです。私ですら難しいです。私も結構歩いて回って悪いんですよ。二戸部さんにはかなわないんです。今ね、ここ最近自民党が裏金候補に対して、まあ、2000万円を出して問題になっていると昨今伺っております。この2000万あれば何ができるか、学校給食の無償化ができます。竹川村では学校給食無償化事業、約2000万円を予算をつけてやっています。これぐらいね、お金があれば学校給食無償化できるんですよ。我々、私の住む竹川村は3700人の村でありますけど、
おかしなことに使っている自民党議員たちにしっかりと棒を突きつけなければならないんですと、それを忖度なく言えるのが令和新選組ただ一つだと思っています。そして令和新選組にだからじゃないんです。私は二藤部さん、二藤部トーマさんがこの7月豪雨の時酒川村に災害ボランティアとして来てくださいました。ありがたいことです。彼は、まあ、私も一緒にね村内を回って歩いていましたけど、彼もいろいろ感じたこともあるでしょう。一番に駆けつけてくれる政治家、そして皆さんの大下の皆さん、党議の皆さん、そして最上軍、我々にとっても一番身近な政治家がこの二藤部トーマ、令和新選組の二藤部トーマただ一人なんですよ。他の皆さんどうですか、他の候補者は。そこまで言ってないんですよね。一番私たちにとって私たち大衆に近い政治家、この衆議院候補は令和新選組の二藤部トーマさんただ一人なんです。彼なんです。そして選挙区、そして投票用紙2枚あるんですけど、選挙区は二藤部トーマさんに一つ入れていただいて、そして比例は令和新選組、比例は2枚目の投票用紙は令和新選組に入れてください。そして私も、まあ、無党派市民派として議員としてここに活動していますが、二藤部さんは、まあ、友人としてこうやって、まあ、応援に派手参加次第でございます。そして一番大事なのは政治は生活です。政治は生活、政治は命、それをしっかりと国民の声を反映できるのが二藤部トーマさんです。そして地方の声を、地方自治体には声をしっかりと届けられるのは彼だけなんです。今最後になりますけど、地方自今各地方自治体ではお金がないんです。まあお金がないゆえに路線バスが走らせられないと、大下町では路線バスないんですよ、町営バスが。これだと足のない車のないお年寄りや免許を返すお年寄りにとってとっても不便なんです。そこも政治なんですよ。住民の足も、そして物価もスーパーに並んでるお米や お肉お野菜もみんな政治なんです。そばだってそうです。だからこそ消費税廃止、インボイス廃止、それができるのは令和新選組、そして二藤部トーマさんしかいません。この山形3区では、ぜひとも大下の皆さん、明日の10月27日の投票日は投票用紙1枚目に二藤部トーマ、2枚目に令和新選組とお書きください。よろしくお願いします。酒川村以上です。役は達也から以上でございます。ありがとうございました。ボランティアの方からも、ぜひ応援演説いただけましたら、ありがとうございます。ボランティアの方からも、ぜひ応援演説一言だけでも、せっかくですから、いただければと思います。どうぞ、よろしくお願いします。短く、仙台からボランティアで来ました。子供を2人育てて、電話をもらってこんなに選挙戦にこう関わることになるとは思ってなかったんですけど、ほぼ毎日のようにうぐいすやらせてもらいました。いろんなところに。お疲れ様でした。初めて行くようなところにこの選挙に行くっていうちょっと謎現象だったんですけどオムニとかね、行ったことなかったようなところからいろいろ回らせていただきました。銀座の方とかね、旅行でも行ったことないのに選挙で行くっていうことだったんですけど、でも何度も何度も回ったんだなっていうのが分かりました。二藤部さんが一人で歩いてこの場所を何度も何度も来たんだなっていうのが分かりました。向こうから来る車が6台連続で手を振ってくれたり、駅前で若い男の子たちがどうしても政治を変えてくれって叫んでくれたり、これ何度もトーマ君が回ってなかったらこんなのなかったんだと思います。それを一人でずっと頑張って
そして初めてそういうふうに声をかけてくれたり手を振ってくれたり見せてもらったなと思っています。そうやって地元の声を聞いてきた人にやっぱり政治家国に関わることをやってもらいたいと思いました。令和に関わる人は国を変えたい、今の政治を変えたいと思っていると思いますけど、私もその一人です。さっき自殺者がね年間2万人という話を銀さんからお話伺いましたけど、私の家族は2人自殺で亡くしています。私と同じような思いをもう二度と誰にもさせたくありません。だから私はどんなに体が大変でもどんなに仕事が忙しくてもどうしても令和新選組二藤部東馬を議員にしたかった。そうすることが私のような思いをする人を少なくする一番の早道だというふうに思ったからです。どうか皆さん諦めずに選挙に行ってもらいたい。国を変えることはできないって思ってるかもしれないけど、みんな大事な人のために生きてるんじゃないんでしょうか。自分の大切な家族を守るために生きてるんじゃないんでしょうか、うん、どうか諦めずに変えられないとは思わずに明日投票に行って二藤部東馬と令和とぜひ変えていただきたい。その一票がこの山形から日本を変えることにつながると私はこの選挙戦をずっとこう回って、うん、いろんな人の手を振ってくれる姿を見て思いました。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます、うん、あ13分 OK カメラをおかしい、はい、草島さん、はい、はい、皆様お疲れ様です。いや本当この選挙はここまで草野でボランティアでやったかっていうことでですね、本当ここにいらっしゃる皆さん誰も動員かけられてないんです。本当皆さんの気持ちでここに集まってくれて、この二藤部東馬さんをなんとか国会に送り込もうと、でこれで社会変えようって思ってここに集まってくださった方々ばっかりだと思うんです。それはもう本当貴重なことで、なんて言うんだろうな、一票の可能性、今回の選挙ってやっぱね山形県民のその一票の可能性に火をつけてきたっていう、そういう選挙だった。誰もそんな僕のこと声なんか届かないだろうっていう諦めていた選挙、その政治でもこうやって学校の先生だったで町議だったで二藤部さんが出馬してくれて、国会なんてもう遠く遥か向こうのことのようなものだったのが、あ、なんか僕らも関わってなんか変えることができるんじゃないかっていう、そういう方々が確実に山形県内に増えたと思うんですね。で、まあ、結果は明日ですけど、本当多くの反応があったし、ね、昨日からこのマイクをムンズと掴んで自分で演説する人まで現れて、いやすごいな、この山形県民の底力を見たなっていう感じがしてます。で令和新選組、本当山本太郎、一つだけ、私は災害ボランティア、阪神・淡路大震災から来年で30年になりますけど、阪神・淡路大震災で私3年ボランティア活動をして、それが私の政治の原点です。でやっぱり、ね、30年前と同じ風景が能登半島地震でも広がっちゃったんですよ。避難所は地べたに雑魚寝で布団に寝せられる。能登半島地震で起きたことは、そこで寝てた方が次の日には亡くなってるってことです。低体温症で亡くなってる災害関連者です。だから30年経っても同じ風景だって、何の政府は政治はその災害対策全然学んできてないですね。でそんな災害関連死っていうそのもの自体の言葉すら欧米諸国にありません。だってみんなもうすぐに24時間48時間以内にテントとベッドがきちっと皆さんのところに
家族みんなで入れるテントとベッドが支給され、清潔なトイレ、あったかいご飯がすぐに提供されるんですよ。こんな被災地で我慢 させてるみたいな、我慢させてる国なんてありません。それが一つの象徴だと思うんですが、みんな我慢させられ続けてたと思うんですよ。自民党のマトリックスで、自民党が作り上げたこの社会の中で、みんな我慢してこれが普通の社会だなんじゃないかなって思わされて、マトリックスでその我慢させられ続けてきたっていう30年じゃないかと思うんですよ。それをやっぱ打ち破るのがこの令和の政治だと思います。まさにこの掲げてる政策は目標がかっちりしてですね、消費税はまさに廃止だし、積極財政だし、他の政党にも真似できない、そのまさにバックキャスティングって言いますけど、もう目標をはっきりさせた政策が打ち出されて、僕らが進む方向を本当に示していると思います。なのでこの山形から新しい政治、その潮流を皆さんと一緒に今回生み出したい、そういう思いで今回はお手伝いをさせていただきました。ぜひ皆さん、あと何時間か、今日は働きかける日です。もうこの8時で終わっても皆さん電話かけてメールして、あ、メール、いやいや Facebook メールだったらいいんだよね、メッセンジャー、そういう形で皆さんの仲間友達に働きかけてください。そしてぜひ伊藤部トーマさん当選させましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。本当に皆さんはお疲れ様です。鶴岡市議北島さんからお話しいただきました。応援演説ありがとうございました。いよいよですね、お待たせいたしました、令和新選組公認候補二藤部トーマ本人から街頭演説、最後のマイク納めいただきたいと思います。時間教えてください。はい、大丈夫です。お医者の皆さん、おばんでございます。令和新選組二藤部トーマでございます。17の自治体を回ってここ大石田に戻ってきました。二藤部トーマでございます。どうぞよろしくお願いいたします。私、令和新選組二藤部トーマは大石田町、ここ大石田町で町議会議員として5年やらせていただきました。子育て支援、若者の移住定住の支援、雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。予算がつかない、地方自治体は財政難、自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体ではありませんでしょうか。一部の企業側が儲かった一方で、多くの皆さんが貧しくなった30年、一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。そうだ、地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上いましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、年間の婚姻件数4件から5件となりました。町に子どもたちの声が聞こえますか。山形県全体としても101万人から71万人まで減少の推計が出ています。東北地方は全国最多の165の市町村が消滅可能性自治体と言われています。三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の1位です。生活の不安定さが根底にあります。若者の意識が変わったんだ、そんな議員がたまにいますけれども、政治家をお辞めになった方が よろしいんじゃないかと私は思います。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にある。じゃあどうすればいいか。失われた30年、これまでの政治によって失われた30年を取り戻す経済政策が急務です。消費税の廃止、消費税は法人税減税のための穴埋め財源と言っても過言ではありません。消費税が廃止になっても皆さんの社会保障にはほとんど影響がありません。自民党に騙されないでいただきたい。皆さんを苦しめている
消費税をまず廃止する、まずはあなたが使えるお金を増やすこと、そして事業者を苦しめるインボイスは撤回、社会保険料の減免、国民健康保険、介護保険料は事実上の税金です。国民の税金負担率50年前の2倍と言われています。国費の負担を今より上げることによって皆さんに毎月重くのしかかる税の負担を軽減することができます。そして令和新選組は季節ごとの現金給付、特に夏と冬、冷暖房費のかかる夏と冬、特に季節ごとの現金給付、地方に住む方々の生活を支えていきます。さらには全国一律の最低賃金1500円の導入、今の最低賃金ではまともに暮らしていくことはできません。山形県の最低賃金、先月まで900円、その前854円、さらにその前822円でした。夫婦共働きでさらにもう一つ仕事をして子育てをしている、新卒で入社できたけれども賃金が低すぎて車が買えない、もう一つアルバイトを始めた、そういった声をたくさん聞いてきました。17の自治体に自分の足で歩いてたくさん聞いてきました。そしてこの地方衰退を牽引してきたのは地方政治にも原因があります。何でも国の言う通り、巨大政党に、巨大裏金政党に身を置いて自分は会いたい、自分だけがパッチをつけていられる、そういう政治家がどこの自治体にも5割から6割、多いところでは7割から8割いらっしゃるのが実態でした。今やるべきことは、地方に住んで苦しんでいる方々、地方に住む方々の声を聞いてしっかりと国に届けていくことです。政治に届けていくことです。失われた30年を取り戻す経済政策、どこがやりますか。これをここまで地方をぶっ壊してきた大下とか大下のような地方末端の自治体も全て含めて、ここまでぶっ壊してきた、この国をぶっ壊してきた裏金自民党には不可能です。そうだ、そしてそうだ、与党なのか野党なのかよくわからない政党にも不可能です。国民を救わない、地方を救わない、予算に反対すらできない国民民主党、あんなもん野党ではない。戦う野党は令和新選組だけです。失われた30年を取り戻す令和新選組にやらせてください。山本太郎と二刀目トーマにやらせていただきたい。東北にこそ積極財政、二刀目トーマ、そして山本太郎が先頭に立ちます。山本太郎と二刀目トーマが先頭に立ちます。山形県からこの国を変えていきましょう。この国を立て直す、もう一度立て直す、地方を立て直す、全国にどこにいても最低限暮らしていける本物の地方創生を目指していきます。やらせてください、二刀目トーマにやらせてください。あと1分皆さん、あと1分となりました。最後にロストジェネレーション、この失われた30年の最も犠牲になったのは40代50代ロストジェネレーション、氷河期世代と言われる世代です。働き始めてからずっと不況、家族を持つどころか自分一人生きるのに精一杯、このまま政治が変わらなければ自殺するか孤独するか選ばなきゃいけない、そういった声も聞こえてきます。こんな世界やめたいんです、こんな社会やめたいんです、いい加減やめたいんです。令和新選組に力を貸してください。どうか皆さん力を貸してください。令和新選組に力を貸してください。二刀目ともに力を貸してください。最後の最後まで応援よろしくお願いします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ご清聴誠にありがとうございます。ありがとうございます。NG ですのでお気をつけください。
はい、ありがとうございました。明日は投票日です。皆さんどうぞ、令和新選組伊藤部トーマを国会に押し上げていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。ご清聴いただきましてありがとうございます。今2投目ありがとうございます。どうもありがとうございます。感謝の意味を持ちまして、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。無事に終わりました。ありがとうございます。国会に届けます。皆さん、ありがとうございました。国会に届けまいります。佐伯さん、どうもありがとうございます。本当に選挙前からいろいろどうももう初日から本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。12時間でございました。繋がってますか。すみません、どうもありがとうございました。主人と一緒に来ればよかったです、はい、ありがとうございます。議員の仕事を手伝ってもらって本当に感謝してるって伝えてください。これからも何かあればぜひ相談していただければ。絶対ありますか、はい、あります。ありがとうございます。ご苦労様です。すいません、はい、はいはい、どうもありがとうございました。とりあえず無事に終わりました。本当に今回、はい、ありがとうございました。はい、とりあえず明日いい知らせを、うん、はい、期待したいと思います。本当にこの度は本当にありがとうございました。今日もありがとうございました。すいません、行きまして、はい、いや、どうもすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。佐賀のおしゃべり結果してもらいます。あ、ですか。大変だと思うんですけど、まずはやったほうがいいです。そうですね、ありがとうございます。まず、はい、変えていかないと、もう持たないので、山口県が、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お久しぶりでございます。またお世話になります。どうも、今さんどうも。どうもどうも。ありがとうございました。とりあえず、終わりました。とりあえず。はい。ありがとうございます。24日ぐらいあたりから連絡しようとしてたみたいな。